こんにちは、開講寺です。今日はですね、またクラウドファンディングですごくね良さそうなプロダクトがあったのでご紹介したいと思います。これです。はい、ポータブル電源なんですが、モバイルバッテリーでも定評のあるフィリップスのポータブル電源です。 DLP8088NC、 こちらをご紹介していきます。これね、結構大容量なんですよ。128000mAh の超大容量のポータブル電源で、同時に11台の端末を充電したり電源供給することができるという端末になってます。ちょっと見ていきましょう。まずね、ここ上面見ると、ここにワイヤレス充電対応のスマートフォンだったら2台までここで充電できます。まあスマートフォンじゃなくてもワイヤレス充電できるものだったら2台までできます。そして、こっちには液晶のディスプレイと、あとはあの USB-C と USB Type A の端子がたくさんついてます。 USB-C がアウトプット1と2と2つあります。 USB の Type A が、USB 3.0 の出力、アウトプット1、アウトプット2が2つ、 USB アウトプット3と4と、だから合計、Type A と Type C 入れて6個出力できるようになってます。ちょっと電源つけてみましょう。どうでしょう、こんな風に、分かりやすくバッテリーの残量が出て、あと使用しているワット数もここに表示されます。今日はね、ここ道志の森キャンプ場なんですけど、昨日のお昼から一晩泊まって今デイキャンプ中なんですけど、ずっと使ってます。ちょっとね、あっちにでっかい冷蔵庫もあるんですけど、あのキャンプ用の冷蔵庫、あれにずっと繋いでたんですけど、今残りが 50% 残ってます。ちなみにこれ満充電で 128000mAh なんですけど、満充電の時に1年経過しても 85% バッテリーが残ってるということで、災害時の備えにもめちゃくちゃいいと思います。そして裏側行くと、はい、よいしょ、こんな風になってます。 AC アウトプット1、 AC アウトプット2、 AC 電源も使えます。ちなみに出力は 200W まで出力できるので、僕が使っているかなりねハイパワーなパソコン、ノートパソコンでも、ここにつないで使用することができます。で、公式のビデオを見たら、なんか 400W ぐらいまで出力できるって言ってたんで、もしかしたら 200W 超えても大丈夫なのかなっていうのもありますけど、一応まあスペック上200って書いてあって、大きな電流を出力して 200W、300W 超えて 400W とか使った時にちゃんとあの安全装置もあるので、このポータブル電源が耐えられなくなったらビープ音で知らせてくれて勝手に停止してくれるそうです。で、その後に一旦電源を切ってまた付け直せば、すぐに使用できるということです。だ、そういう意味でも結構安心ですね。はい。それと AC 電源に加えて、ここにシガーソケットがついてます。 12V 出力のシガーソケットがあります。だからシガーソケットから電源供給するようなアイテムでもここから使えます。で、充電はここからします。で、こっちにも電源ボタンがついていて、USB を使うときはこっちの電源ボタンをオンにしてディスプレイをオンにする。で、この AC アウトプットとシガーソケットのアウトプット、それからこの上面のワイヤレス充電を使う場合は、こっちの AC アウトプットがついている方の電源をオンにすると。こちらも長押しです。まあ使い方はね、とっても簡単です。で、128000mAh あるのに意外とコンパクトですよね。あと、レザーでね、できた取っ手がすごいおしゃれだと思うんですけど、こういうアウトドアとか、あとは防災の備え、車中泊とか、そういった用途にも活躍できるんじゃないでしょうか。はい。というわけで今日はですね、フィリップスの大容量のポータブル電源、128000mAh のポータブル電源、DLP8088NC、こちらご紹介しました。気になる方がいましたら、説明欄にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクトとか、あとドローン、ガジェット系の動画たくさん作っていきますので、よかったらチャンネル登録して次回の動画も見てください。あと Twitter、Instagram もやってるんで、よかったら説明欄からフォローしてください。さよならー。